嵐山本線は、京都府京都市下京区の四条大宮駅から、右京区の嵐山駅までを結ぶ、京福電気鉄道の軌道路線である。北の線と合わせて、嵐山線、通称乱電と呼ばれる。嵐山をはじめとする、落成エリアの観光地への降絡路線であるとともに、繁華街である四条通りへ出るための足ともなっている。西王子三条駅山内駅間と、 開イの八代駅、渦ズマ高寺駅付近が、平洋軌道のほかは、すべて新設軌道となっている。駅ナンバリングで用いられる路線記号は A。大部分が、市場大宮駅、嵐山駅間の全線通し、運転で、日中時間帯は1時間あたり6本で運行されている。祭院車庫との出入庫のため、祭院駅を早朝に、始発。 深夜に終着とする列車がある。春と秋の観光シーズンの土曜、休日の昼間には、北野線北の白梅町駅片平の辻駅、嵐山駅間直通の列車が運転される場合がある。通常は一両単行でワンマン運転を行っている。ラッシュ時や観光シーズンには二両編成となり、乗客が 車両間を乗り移れないために両目前方の運転台にも乗務員が乗車して運賃収受を行う。四条大宮駅、片平の辻駅、嵐山駅、北野白梅町駅を除き無人駅だが、渦正広高寺駅や、蘭電天神川駅など無人駅でも乗降客の多い駅には時期や時間帯によって係員が配置され、乗客案内、運賃収受の補助、 安全管理などを行っている。2011年5月からは、ヤマト運輸と提携し、同社の宅急便の周廃業務に道路線が利用されている。配送の際は2両編成のうち1両が、ヤマト運輸化し切り車両となり、通常の旅客用車両に、宅急便用の台車が搭載される。荷物の積み込みは、再飲車庫にて行われる。 嵐山線は1907年8月に神戸川崎財閥により設立された嵐山電車軌道により1910年に京都嵐山間が開通した。なおこの時に用意された木製単車20両は川崎造船所製であった。電気供給事業も兼業していたが京都電灯と競合となり1918年合併された。京福線は 長らく、京都市営地下鉄の路線網から孤立していたが、2008年1月16日の、地下鉄東西線以条駅、渦正天神川駅間の延伸開業に伴い、同年3月28日に、山の内駅開港の親城駅間に、新駅、乱電天神川駅が設置されたため、京都市営地下鉄と接続するようになった。 開イの八代駅から約280メートル東側の山上通常に設置し、地下鉄の渦政天神川駅に近接している。駅番号は2007年3月に導入された際に、ランデン天神川駅にあたる A6 があらかじめ欠番となっていた。なお、東西線延伸に伴い、京阪京新線の電車が地下鉄京都市、 役所前駅から渦政天神川駅まで一部電車の乗り入れ区間を延長した。2006年度よりランデンブラッシュアッププロジェクトとして以下のような事業を行っている。また、沿線に世界遺産をはじめとする多くの観光地を有する嵐山本線、北野線ではこれらに加えて以下の取り組みが行われている。 嵐山駅一番ホーム横に設置された、乱電会は館、黒猫山との宅急便電車路面電車を使った、配達サービス京都で開始レスポンス2011年5月18日、日本全国諸外社役員6。明治44年、松方正義の逸つ人事更新6。3番、川崎昭蔵の養子、人事更新6。3番、 地方鉄道及び軌道一覧昭和十年四月一日現在、嵐山電車春生、大阪朝日新聞明治四十三年三月二十四日、出展、上村義弘著京都の地水と昭和の大水害百五十六ページ四月一日より、ランデンレピタパがご利用いただけます -pitapa.com2011 年3月16日。アーカイブされたコピー。 2011年1月21日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年1月21日閲覧妊婦さんに席を譲りましょう京福電気鉄道2013年3月1日交通系 IC カードの全国相互利用サービスについて -pita.com2012 年12月18日 ABC 京福電鉄、東映撮影所の近くに、新駅開業、駅番号も振り直し。レスポンス。http コロンスラッシュスラッシュレスポンスドット jp スラッシュアーティクルスラッシュ2016スラッシュ04スラッシュ01スラッシュ272636ドット html2016 年4月2日閲覧。渦間里部地区の新しい街づくりについて、京都市建設局拠点下。 ランデン新駅設置のお知らせから、京福電機鉄道、ランデン天神川駅、28日に、開業地下鉄東西線へ、乗り継ぎ便利京都新聞2008年3月14日2016年の、撮影所前駅開業に伴う、駅番号改定後は、ランデン天神川駅が、英語になった。読売新聞京福電機鉄道平成19年3月期、 決算単身 p 3系覆電機鉄道、ありがとうございます。